厚倉は個性豊かな声ばかり。あー確かにね、厚倉で でもやっぱなんか特徴のある声だなって思うのはやっぱりリーちゃんとルザックンかな、個人的には。まああとサンちゃんじゃあサンちゃんはちょっと違うか。おお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 やばい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 、バレるところだったバレる。何かやってたな今完全にちょっと見に行くか、マグさんの拠点のところにいる。あ、うわグループで喋ってるから聞こえないわ。なんかやってんな、なんかやってんぞこれ。あやばい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 、気になるけどな、何してんだろう。やばい、なんかマグさんの拠点がこれはやばいんじゃないですか。これちょっと伝えた方がいいな。 M&M に反抗するものが出てきたか、もしかして。いや、これ戦争か？ M&M かける、マエオンかけるサンチャンクで。なんかしてるぞ。なんかめっちゃ飛び、なんかめっちゃ飛び回ってんだけど。何あれ？あ、こっそりグループ入るか。あ、で、ミュートにしときゃいいんだ。あ、そうしよう、そうしよう、そうしよう。ちょっと多分バレない。わかりやすい、わかりやすいな。グループ名これ変えた方がいいでしょ、これ絶対。絶対これ変えた方がいいでしょ。もうこう一瞬で何してるか分かったわ。もう僕らが反抗してこうスクショ撮ってこれもう晒し出した方がええ、これもうマグさんにこれ。ちょっと一回、ボイチャ切って一回聞いてみますわ。バレたら抜ける。バレた瞬間抜ける。大丈夫。腹違いの弟が5人いたぐらい。めちゃくちゃとんでもない話してるんだけど。ちょっと待って、とんでもない話してる。入った瞬間、何腹違いの子供がここにいるって。ビショさんまさか。なんかでも最近この裁判所ができて、やっぱこうみんなやっぱ訴えたい欲がまだバレてない。でもすごいらしくて、あ、でもバレてもいい、バレてもいい、バレた瞬間抜ける。違法な何かをあれですね、作りたいですね。マロ君、マロ君いるな、マロ君。逃げろ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 、やばい、通報され通報され、やばい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 、出店出店してくださいって、やばい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 、グループディスコに入ってくださいっていう要請が来た。やばい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 、まあ入るか。やばどういう感じでいこう。やば大丈夫でしょ。まあまあ多分配信してるよね今。あ、そうなんだ。多分なんか聞かれたか。あ、お疲れ様です。ああ、マロくん、お疲れ様です。いや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 、なんかはいはいはい、よう来たね。聞いてましたねさっき。え、何をですか。え、なんか普通にちょっと盗聴されてました、ね。あ、いやいやいや、僕なんかえ、逆になんか僕以外でみんなでなんか楽しくグループで話してるのかなと思って寂しくなって。かわいいな。はい。でも、はい、え、ちなみにマルク今なんか作業中なの。あー、今はい、ちょっと作業中です一応。あーあー。でもちょっと出頭願い。なんで悪いことをしてないのに出頭なんすか。いや、ちょっといや裁判所からね、それ出頭命令がいい。あー、はいはいはい、なるほど。え、裁判所に行けばいいですか。裁判、そう、まあでも作業中なんで大丈夫なんだけど。ああ、全然一応行くことは全然できます。一応任意同行だからの、法的効力はないから大丈夫な話。ああ、うん、なるほど。任意同行あくまで。さすがにちょっとじゃあそこは行かさせていただきます。じゃあ、おお、一応マロ君に簡単に説明しておくと、はいはい、と今回ちょっと我々前よりちょっと米将軍からちょっと依頼が来て、はい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 、ちょっとまあちゃんと説明してくださいね、ま、ちゃんと、はい、ギョクさんちゃんと頼むよ。ちゃんとちゃんと頼みますよ。まず、はい、今困ってることがあるらしくて、はい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 、なんかマグ兄さん
ちょっと恨みつらみがあるらしくて全然違うな。なんか、はい、そう建築部とか赤石部も結構なんか裏で厳しく言われてるみたいで全然ちゃうな、うん、だいぶちゃうな。とにかくもう違うな。困らせたいらしいんだよね、はい、マグニーさんを。で建築部と絶対の赤石めるとあれですか。とりあえずコメ将軍さんがマグニーさんに恨みを持ってて、とりあえずやり返しがしたいと、いじめたいと。はい、そうです。はい、もう何も伝わってない。10のうちの 0.5 ぐらいしか。ほぼ捏造。みんなの前でゴミ箱作らされるのがすごい嫌だ。そう リアルっぽいのやめてよ、なんか。リアルすぎるだろ。すごいプレッシャーがね、あったもんね。いや違う、丸くん全然違うよ。本当は、本当は、俺はただただ配信外でウロウロしてて、はい、で、なんか、おいお前ら、お前なんかちょっと座れと。はい、で、なんかドッキリを俺らはやりたいからお前もここにいた以上協力しろみたいなって言われて、いや、そっちもだいぶ盛られてますけど。で、それで、まず選べと、この中でなんかぶっ潰したやつ一人選べって言われて、いや、そういうことはできませんみたいな。じゃあなんかまあ恩のあるやつ、まあ、何でもええわ一人あげろって言われて、まあいろいろマグニさん最近お世話になってるんでお返ししたいなと思ってますって言ったら、まあなんかそのねえ、なんか懲らしめるみたいなことなんか、ちょっと荒の方向に話が進んでいって、なるほどですね。確か僕はやっぱりなんか、はい、マグニーさんとね、好意の中の人マロ君にちょっとね、はい、相談というかね。ああ全然何でも。なんか、はい、エルダーガーディアンって知ってるかい？ああはいはい、巷で有名な姫ですよね、通称。そうそうそう、はい、なんか M&M 乳業っていう怪しい会社がなんからしくて。でそれでまあなんか首謀者がちょっとここのなんか住人っていう噂をね、調査の結果ちょっと分かってね。ああそう、あそうなんです。でもそれなんか証拠とかっていうのはあったりするんですか、ちなみに。いや突き止め柱も出る。ああまあでも M って言ったらでも結構まだいろんな人がいますよね、はい、M は M でも高校にもねいらっしゃいますから。あーまあまあ一応それで言うと僕も確かに、うん、で一応でもね、あのまあ法的拘束力はないけど、もし捜査に協力してくれたら刑が軽くなると思うね、噂がありますけど。なるほどなるほど。でちょっと首謀者をやっぱ一網打尽にしたいなっていうね、まあ、あの依頼者からのね、あるんでね、願いが。一網打尽。一網打尽。誰も首謀打尽される人だよ。簡単に言うと、エルダーガーディアンをちょっと運ぶノウハウをね、ちょっと知恵を借りられないかって。あでもまあそれで言ったらそうですね、全然あのエルダーガーディアンの運び方はマグさんからちょっと教えてもらってたんで全然、はい、おー仲いいな、仲いいですね。なんで教えてもらったんだい？あ、いやなんかすごい楽しそうな授業してるはるなと思って、僕もちょっと参加したいなと思ってちょっと聞いただけなんで。実際米将軍がやってみたらなんかすごい大変だったみたいな。あーすごい大変でしたね。今日 やっぱ、はいはい、そのノウハウがなかったんで自分。あなるほど、はい、ちょっとでもノウハウでもそんな結構努力してつけたノウハウなんで、そんな簡単にはあんまり。いやなんかさ、一般的にその努力あんま必要ないっすよね。なんで努力なさったんですか、そこに関して。なんかでもそちょっと、はい、わかんないっすね。なんかそんななんか必要なものでもないです。でもな、必要ないって言うんだったらじゃあもう別に教えなくても全然。まあ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 、K、K がちょっと中入ろっか。なんか隠しはあるんですか、僕がなんかやったっていう。え顔これ証拠ないのにねえ、こんな5人逮捕でしたっけ。はいはい、発言終了、発言タイム終了。止められた。原告と被告しかいない裁判とかないですか。ほんとだ。誰かじゃあ裁判官やります。まあでも協力してほしいですよね、そこは。なるほどね、うん、え、ちなみに刑は軽くなんですか。これはちょっと玉さんによりますね。うん、うん、今のままでは、うんうんうん、ダイヤ1000個である。ダイヤ1000個かなり適当だけど。かなり厳しいな、アップデートのダイヤ1000個はかなりきついんじゃないか。ただ、今回の依頼に協力してくれるのであれば、ダイヤ0個である。おお、無罪。なるほどね。無罪じゃん。ははははは。
はいはい、手伝います。おい、仕事得たぞ、見直し。ただエルダーガーディアンを運ぶだけの仕事さ、うん、めっちゃ危ない人のあれだけどね。うん、指定された場所に持ってってくれるだけでいいんだよ、ほ、うんと、うん、そんな簡単なんですか。うん、そうそうだよ。あ、じゃあちょっとやりますやりますやります。あ、嬉しい、はい、やらせてください、ぜひ僕に。え、どこに運ぶんすか、運ぶとしたら。この辺か、はいはい、もしくはもうがっつりマグさんの生活拠点っぽいところの近くか。はいはい。でも生活拠点っぽいとこじゃないとあんま意味ないっすよね。僕らもがっつり生活拠点に運ばれてるし。うん。他のとこ行ってもしょうがないっすよね。でも実際ね、行かないってなっちゃうよね。家の中に入れられてるわ。うん。家の中に。結構被害者の声結構でかかったな今。リアルな。リアルな。リアルな被害者の会が。あのマグさんの顔のでっかい門の頭の上とかは。あ、この上とかっすか。うん、あ、でもちょうどいいんじゃないっすかね。ここちょうど届くよね、ここの経典の上だったら。まあでもあの、なんかガラスとかで囲うよりは黒曜石でガッチガチ固めた方が。やっぱなんか初犯じゃないね、君。完全にやってるな。いや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 、なんかそっちの完全にやってるよね。いや、そっちの方がなんか面白くなるのかなと思って。はいはい、なんかやったことありそう。ここ初めて運んだわけじゃないよね。ちょっと初めてですね、でも、はい、うちでそれ見たんですよね、うちの拠点にもね、いらっしゃっても自宅の真横あったんですよね、僕。え、じゃあちょっと体験入学っていう感じでいきますか。はいはい、一度その体験コースお願いすることできますかね。はい、でもはい、全然あの体験コースでしたらちょっとついてきてもらえたら。はい、さすが初回無料か、初回嬉しい、はい、初回は無料なんで。はい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 、お気軽にやってもらえれば。まあでもやっぱ平和が一番いいと思いますよ。オッケーオッケーオッケー。やった本人がいた。ああ、ありますか、ありますか、ありますか。だいぶ被害被ったけどね、こっちはね。うん、うん。マロ君のとこは仕掛けられたのかい？あ、僕のところも一回そうっすね、姫来たんですけど、僕はもう。あ、やられたんだ。いや、もうあの、はい、退治。退治？退治。はい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 。なるほどね。勝ってないんだ。こいつ。はい。こいつ話聞かれましたけど、どうしますか。ちょっと彼やっぱ怪しいな、相当怪しい、相当クロスね。結構聞かれちゃいましたけど、うん、大丈夫ですか。やっぱいろいろ話詳しいしな。うん、明らかに初犯じゃない動きと説明の、うん、逃げようとしてる。ちょっと米将軍、ほんとごめん。いや、全然全然、願いを叶えたかったんだよ、ほんとごめん。いやいやいや、だからその僕は頼み込んであいつを懲らしめたいんですよ。断じてないので、はい、これやめてくださいね、この変な、この最近話題にもなってましたけど、このネットニュース切り抜いて変なとこだけあげるみたいな。まあまあまあ、いいでしょ。やめてくださいね。はい、まあじゃあまたみんなで、まあまあまあ、またやりますか、そしたらね。いや、改めますよ。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でーす。はい、せい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 、お疲れ様でーす。はい、あー、すごい。お、よいしょー。グループなにゃあなにゃあ。え、いや、違うよ、本当に。俺はなんすか、はい、みんなに、うん、こう、なんか誰かにいたずらしたいっすねみたいなって言われたから、はいはいはい、ちょっとまあちょっとまあ、どうせあんならマグさんかなみたいな言ったからいいのかな。まあ、とりあえずは下行ってきますね、マグ兄さんに。お前マロ君、チェーンソーって知ってるかい。チェーンソー知ってたろ。いや、そんなさすがに俺とマロ君の中、うん、それはもう、いや、絶対言わないですよ、そんな、さすがにね、うん、いや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 、まあ当たり前よ、そんな。いや、もうだってもう夜でもね、
昼飯とか食べに行く中だから。いやそうっすよ、この前も一緒にサウナ行ったじゃないですか。サウナ行ったね、一緒に、うん、行きました行きました。もう仲いいのにそんな仲間を売るやつなんて最低っすよ。最低だよな、マジでマジで同意、うん、本当に許せない俺も本当に許せないよ俺も。それに関してはマジで同意だわ。いつかあの俺たちの拠点に、はい、あのエルダーガーディアンを解き放ったやつを見つけて、はい、吊るし上げてやろう。マジで約束な、これマジで吊るしましょう。本当に許せない、うん、マジで二人でぶっ潰しましょうそいつを。いや絶対やってやりましょう。はい、うん、ぶっ潰しましょう。もうぶっ潰しますか。裏切りだけは絶対ダメですからね。いや間違い、もう俺たちはもうマブ立ちよ。もうよし、マブ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 、マブっすね。うん、じゃあちょっと、はい、またね、気をつけて、はい、配信中配信中か。あ、配信中か。配信してます、配信。すまぬ。じゃあね、お疲れ様です。気をつけて帰ってくださいね。あ、わかりました。お疲れ様です。あの、え、なんすか？後ろ、背後気をつけて帰ってね。あ、まあまあ、背後気をつけて帰って。まだ疑いの余地晴れてないから。あ、わかりました。いや、でも、もうずっと待って、はい。よみち、背後に気をつけて。あ、わかりました。気をつけて、はい、じゃあ。はい、じゃあ、お疲れ様です。いたずらしたいなぁ。これいたずら俺普通に一人で探して一人で悲鳴運ぶかワンちゃん。ちょっと気をつけたいなぁ。どうしような、展開がひどいぞこれ。どうなるこれ、どうなるだいぶドロドロな昼ドラのような展開になってきてんだけど、これ大丈夫か。明日マグ兄さんにチクロー。